どうもケントです。今日はお父さんの料理の定番と言ってもおかしくないんじゃないかな、餃子を作ってみようかなと思います。ちょっとなんか餃子って言ったら誰でも作れるわって感じなんで、ちょっとテンション高めにいきますよ。テンション高くないと面白くないからね。じゃあひとまず材料紹介です。で今日は、チキンのひき肉使います。本当はね、あの豚と牛の合いびき肉がいいと思うんですけど、これしかなかったので冷蔵庫に。あとは僕は白菜派なんですよ。キャベツ派か白菜派に分かれると思うんですけど、白菜の方がね僕はね好きなんで、白菜派です。あとはネギね、ニラがなかったのでネギです。あとは奥様が最近肉を食べない習慣なので、木綿豆腐、木綿豆腐ですよね、これ硬いやつ。あとは餃子の皮と生姜、日本酒、醤油、塩、あとなんかビール楽しんで、ね、料理するのがモットーなので、お父さんの料理はビール飲みながらこいつをざっくりと半分ぐらい切ろうかな。そのまま適当でいいんで、後でね、水抜くからそれでシュワシュワになって適当に細かいサイズになるんで、そんなにね細かくする必要はないのかなと思ってますけど、あとネギもね、ネギはちょっと細かく切ろうかな。ひとまずこんな感じ。ここに、塩を小さじ1杯ぐらい入れようかな。もうちょいかな、これぐらい。ダーッと入れて、これで塩もみして、水分を抜きます。このね、餃子の美味しさは水分をいかに抜くかっていうことだと思うんですよね、僕は。でね、中身がね、結構なんかジュルッとしてたら、あの中国風の餃子みたいな感じになるんですよね。で日本風の餃子はもっと中にはね水が入ってない方が美味しいのかなと思いますんで、ちょっとこれで徹底的に揉んで、なんかお新香みたいにして、最後に水を絞り出します。お、だんだん柔らかくなってました。まだまだ、あともう一度こんな感じで、できた。まあこんな感じですかね。これもう水があんまり出ないような状況になりました。これをですね、キンドカッと入れて、一旦白菜とネギはこんな感じかな。でここに生姜、ネギガーッと削ります。結構です。あんまりね生姜の風味が強い餃子が好きじゃないので、ちょっと少なめかな。こんな感じでいいかな。よし、またニンニク忘れた。ニンニク入れようか。こうやってくっ包丁の平で叩いて剥きやすくします。まあこんな感じかな。こんな感じ。このニンニククラッシャーでガリガリとガリガリと、どれぐらいかな、 6かけぐらい。それこれはお好みで大さを変えてください。一旦混ぜて、これでね、あの2通りの餃子を作るので、奥様用の、豆腐餃子と僕らの、鶏餃子ね。こんな感じでいいかな。でここに醤油入れちゃうかもね。これをですね、大体、本当すいません、僕の料理適当で、大体ね味入れて、匂いで大体かき分けるって感じ。塩も少々で、こんな感じでちょっと待ってみます。ちょっと強めですね、塩が。こんな感じかな。で、あとで、肉やら豆腐とか入れたら、だいぶ薄まると思うん で、まあ、こんな感じで、2つに分けます。で、これがこんな感じで豆腐にして、大体これぐらいかな。これが奥様の豆腐餃子用、これが僕らの、鶏餃子で、ここに、鶏肉入れていきます。ガポッ、いいかな。
お酒も少々入れます。やっぱり入ってます。ちょっとこれちょっと酒をちょっと減らしてこんな感じで、酒はねなんか臭みを取ってくれるので、肉料理とかするときはなんかお酒とかアルコールで匂いを飛ばすっていうのはいいですよね。ちょっとお酒多かったかな、なんか匂ってるだけで酔っ払ってくるけど、まあいいか、まあいつものように僕の料理は適当です。で、まあこっちの庭だいたいこんな感じかな、いい匂いしますからこんな感じでいいかなと思います。こっちの奥様の餃子は豆腐、これはあの英語ではパーム豆腐って言って、日本だったらモーメン豆腐ですよね。水分がないのがポイントなのかなと思います。こんな感じでちょっと混ぜていきます。よし、種ができました。これが豆腐餃子の種で、これがチキン餃子の種、今から巻いていきます。はい、バットにサランラップをいきました。でいつもねこれ引かなかったらねくっついちゃうんですよね、この鉄板に。だからいつもこれサランラップ引くようにしてます。今からここに並べていきますね、出来上がった餃子を。では巻く作業ですけども、餃子の皮を持って左手で、そんな知ってる？だいたいね肉はこんな感じ、肉はあんまりね入れたらね締めるときにね大変になっちゃうから、で半分ぐらいこう水にねこう小指のところに水を入れて、で半分ぐらい濡らすんですよ、指をつけて。それで、こうやって1回2回3回4回ぐらい片面だけやって、こんな感じでね、ポイントはね底をね平べったくすることなんですよ。でここをねここに置いて、で両親指でギュッと押し込む、この下に。そうすると下の面積がね広ければ広いほどここがカリッとして美味しいんで、ここがカリッとしてここがふわってするっていうのが目標ですね。でこんな感じで並べていきます。あ、やばいやばい、もうすぐ奥様帰ってくる。それまで収録終わらせな。やばいやばい。まあこんな感じでね、いつもねなるべく家でご飯作るようにしてるんですけど、奥さんはねいつも家にいてくれて、僕働いてる時毎晩のように料理作ってくれてるんですけど、土曜日はねうちの娘たちが日本語の学校に行ってて、それで奥様がなんかクラスインとかやってて、それで学校にどっちみち行かないとダメだから、僕はいつもね土曜日お休みさせてもらってるんですよ、こうやって。普段はね外に出て、なんかどっか取材したにしに行ったりとかするんですけど、今日はねなんか雨降ってて、でしかもね GDC、まあ、昨日のビデオでも言ったように、ずっと GDC でねもうほんま毎晩のように飲み歩いてたから、もう体がねガタガタなんですよ。だからもう家で寝てようと思って、もう今日も一日寝てました。でねちょっとやっぱりあれですね、3日連続なんかご飯食べに行ったりとか、お酒飲み歩いたりとかしたらほんま体に応えますね。年やからかな、なんか分からんけど、若い頃はできたかな、ちょっと若い頃もそんな飲み歩いてないかよく分からへんけど、なんか体にガタが来てます。でね年はねなるべくねまあ外食はどれぐらいかな、1週間に1回ぐらいするかな。でもなるべく家で作るようにしてて、それでまたアメリカ外食高いから、日本食レストランとかでね弁当ボックス定食とか頼むと、だいたい2品選べるんですよ。こんな弁当箱に入っててご飯とサラダとお味噌汁となんか2つなんか選べて、照り焼きチキンとかカリフォルニアロールとかいうのが定番ですけども、でそういうのを頼んだらね、単体で15ドルぐらいだから、下手したらね20ドル近くいくっていうね。ほんま高いんですよこっち。なんか年々高くなってるような気がするな、なんかレストラン行って。だから家族4人で食べに行ったらどれぐらいするかな、結構するんですよね。晩夜と休憩するから、だから僕ら日本を帰るたびにね、なんかお会計するときにね、あこれチップいらんねんやと思ったらめちゃくちゃ安く感じるんですよ。チップがねやっぱりねくせ者ですよ。昔やったらね
チップって言ったら 15% が定番やったと思うんですけど、最近ここら辺の人がリッチやからかもしらんけど、なんかいいかっこしいの人が多いからかもしらんけど、なんかね 18% 払わないと人間じゃないみたいなね、そういう雰囲気があるから、ちょっとなんか 15% 払ってたらかっこ悪いみたいな、そういうなんかね、あの空気があるのかなって感じて、ベイエリアってすごい高いじゃないですか。ここら辺ものすごい生活費が高いんですよ。で、家借りようと思っても家賃の値段とかね、ものすごく高騰してるから、で、何が起こってるかって言ったら、そのレストラン の, あの働いてるウェイターとかね、ウェイトレスの人たちが住みづらくなってるんですよ。だから、それのために、なんかカンパっていう意味でもね、なんか、もうちょっとチップ上げないといけないんじゃないかな、みたいなね、そういうのがちょっとあって。まあね、そんな感じです。ちょっと餃子の話とかだいぶ取れた。でもこんな話やったらね、いくらでもできるんやけど、ちょっと料理のどうやって作るんやって見てくれてる人はちょっとつまらへん話かもしらんからちょっとこれぐらいにしておきます。奥様たち帰っていったので、そろそろ焼き始めます。これがチキン餃子で、これが豆腐餃子。油をひいて、焼く前にちょっと片栗粉って作っておきましょうか。ちょっと水に片栗粉適当に混ぜて、これでね、後で蒸します。餃子入れていきましょうか。で、こんな感じで、こんな感じでいいか。で、だいたいね、焦げ目がついたら、さっきの片栗粉水を入れて蒸し焼きするんですけど、もうちょいかな、うっすらと焦げたらいいかなって感じ。あ、こんな感じでいいか。じゃあこれでじゃーっと、これでちょっと強火にします。よし、いい感じ。これをガリガリと、ここを熱いてんのを取って、ここからが勝負ですよ。これを、はい、出来上がり。はい、できました。羽根付き餃子、まあなんてことない餃子ですけども、底の面が広めでカリッとしてて、中がふわっとした餃子です。これが奥様の、豆腐餃子。ちょっと焦がしちゃった。まあいいか。お、2枚目の方が上手にできた。これ見てください、これパリパリ具合が美味しそうにできた。じゃあ早速いただきます。まずはチキン餃子いただきます。もう餃子の羽根が結構サクサクして美味しそう。うん、なかなか味付けは美味しいかな。パリッとしてね、外側が、こっち側がちゃんと蒸されて、ちょっとふわっとしてる。で、中がね、そんなにね、水分が多くなくて、甘みがぎっしり詰まってるっていうね、それがポイントかなと思ってます。いい豆腐餃子いただきます。うん。あ、なんか、豆腐の香りがふわっとする。これはこれで美味しい。でもね、僕はね、餃子はね、中身の味付けじゃなくて、ね、焼き方がね、もうその美味しさの 80% ぐらい占めてるんちゃうかなと思うんで、中身はね、そんなにこだわるんじゃなくて、焼き方にね、工夫したらすごく美味しくなると思いますので、ぜひともやってみてください。ということで今日は以上です。もしこの動画を面白いと思っていただけたら、いいね、評価、あとはチャンネル登録まだっていう人はチャンネル登録お願いします。それでは。